辛坊治郎サンデーキス。10月6日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキス、サンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。あれ、今日なんかジュリアじゃん、いつもの3倍ぐらい綺麗なんですよ。何があったんだろう。どうしました。どうしました。もしかして今日後半でテレビの撮影が入るからじゃないか。え、そんなことないか。別に本演期ってことですか。そうだね、ジュリアちゃん基本的に毎日テレビ出てるもんね。あ、でも一つ思い当たるのが、ね、私化粧下手くそなんですよ、うん、下手くそなのでなんですけど、あの今朝仕事があって、はい、メイクやってもらった後なので、ああ、その違いかもしれない。その違い大きいでしょ。今日何、一仕事終えてから来てるってことですか。そうです、映画のインタビューがあって、あ、それを終わらしてからプロのメイクの方が、やっぱプロのメイクは違うね。そんなに違うか。あー、びっくりした。でも相当下手くそみたいですね、私化粧。そうなんだ、でも難しいですよね。えみこちゃんなんかあの、はい、モデルさんだから化粧もプロでしょ。すごい、いやいや、プロでもやっぱりプロにやってもらったら違いますよ。あ、そうなの。はい、なんかこの間あのインスタグラムに上げた写真が、妹に珍しく、お姉ちゃんこれ可愛いわ、美人だわって言われて、珍しく言われて、なんかいつもと違う化粧とかって言ったら、あ、これプロに化粧してもらったわって言って、あ、やっぱりって言って、違うね、やっぱりプロの技って違うんだね。はい、そうなんですね。はい、もうこれはラジオですから、あのラジコで聞いていただくと、あ、まあ、もちろん生でね、うん、FM の電波で聞いていただくのが一番ですけれども、ラジコで聞いていただいてもやっぱり鮮明に聞こえますが、うん、あの YouTube 辛坊の旅というやつを検索していただくとですね、あのお二人の美しい顔が今日も映っておりますので、あのまず、オンエアを聞いて、ラジコでもう一遍聞いて、それであの YouTube を検索して、二人の美しい顔を見ながら、あ、確かにジュリアちゃんいつもよりだいぶ綺麗だわと思っていただければ幸いですが、ちょっとショックだな。そうですよね、そこまで言われると。てかですね、はい、冒頭何を言い始めたかというと、はいはい、テレビカメラが今日スタジオに入ってるんですよ、うんうん、なんでテレビカメラが入ってるかというと、はい、読売テレビで俺が8年間、まあ、フルで出て、うん、で1年間は週2で出てた、スマタンって朝の番組があるじゃないですか、はい、あれの、うん、どうもなんか宣伝にですね、あの読売テレビで一番綺麗と一般的に言われている女子アナが来るらしいという話があるんですね。おー、楽しみ。だいぶハードルが。どうですか、読売テレビので一番綺麗な女子アナって言うと誰が思い浮かびます。誰だろう。基本綺麗ですけど ね、 ね、お会いしたことあるのが、やっぱお会いしたことあるのは黒木さんだけかな、実物でお会いしたのは。女性だと黒木はそうですね、あの、なんか西日本一のホラ吹き男かなんかに関連して若干会ったことがあった。若干どっかで会ったことがありますね。はい、私がお会いしたことあるのは諸国さんだけです。どこで諸国さんは、あ、そうかそうか、はい、あ、そういうことですね。何がに、いやいや、あのジュリアちゃんと同じようなケースです。だから同じようなマイナーな宴会みたいなやつ で、はい、そうです。たまたまマイナーな宴席で一緒になっ て、 っていう、はい、だって恵美子ちゃんなんかはあの道浦君とだって同席したことがありますからね。はい、そうなんですよ、道浦さんとも、あの西日本一のね、あ、違うわ、西日本一のホラフキョウとか結城豊弘で、はい、西日本一のキレゲーの持ち主が道浦俊彦さんです。その道浦俊彦さんが昨日、うん、私があのデスクにいたらですね、なんか後ろの方から紙をペッと置いて、うん、黙って出てくるんですよ。はい、何だろうと思って、私あの今でも読売テレビの中にですね、机と称するものがあるらしいんですね。変な会社だろ、俺会社辞めてもう9年にもなんないさ、一応俺が使っていいよっていう机が置いてくれてるんですよ。なんで机があるかというとですね、うん、あのそこまで行っていいんか NP っていう番組やってるじゃないですか、はい、あの番組やってるとね、ものすごい勢いでクレームが来るんですよ。それでそのクレームの手紙を置いとく台になってさ、本人に見せるんですか、それ。ああ、出演者が見るんですか。あのね、多分ね、一般的には放送局って出演者にクレームの手紙とか回さないじゃないですか、はい、ところが俺社員だった時代が長いから、うんうん、社員って見たくもなくたって、あの今はもう全部電子化されてるらしいけど、うん、俺が局にいた頃は週報って言って紙ピラ1枚になって、うん、今週の辛坊さんの発言に対してこれだけクレームが何件来ましたとかっていうのが普通に机の上に置いてあるからね。その名残で
だから未だにだから準社員扱いみたいなことになってて、うん、机があってそこにいろんなクレームの手紙とかがまさか乗っかってたりなんかしてそれも日常の風景なんですが、でそこに座って土曜日の朝のウェイクアッププラスという番組の準備でもしようかなと思っていたら、後ろから道浦君がやってきて髪の毛を髪切れをペッと置いてくんですよ、うん、何置いてったんだろうと思って見たらですね、旬ですね。あの彼はこの間来ていただいたのは切れ毛の持ち主で来ていただいたんじゃなくて、うん、まあ、一応日本語の先生という話で来てもらったじゃないですか、はい、今日なんか来るなりなんかラヌキがありましたとかなんかなかった言わなかった、あ今日 の, あの差し入れでいただいたカフェの説明で、食べれたりって書いてあって、なるほど、それでそのこと言ってたんだ。それでですね、で見たら、道浦俊彦10月4日付これをね、あの社内中に道浦君は配って歩いてるらしいんですが何を配って歩いてるかというと、はい、関西電力を、関西電力を、うん、ジュリアちゃん、うん、縮めて言ってください。関電、え、はい、わかりました、はい、イントネーション、関電、どっちイントネーションのことですか。まあ、何にも考えずに関西電力を縮めて言ってください。はい、ジュリアちゃん、関電、あ、関電、わかりました。エミコちゃん、関電、関電、え、関電わかんなくなってきた。関西弁やと関電、これをですね、道浦俊彦さんは、うん、なんと、全国のアナウンサーに電話をして聞きました。関電が正しい。頭高と答えたのが、読売テレビの小山アナウンサー、五十嵐アナウンサー、牧野アナウンサー、平松アナウンサー。平板、つまり関電と答えた人が、読売テレビ、蒲田、うわ、くえらい古い人だな。昔の重鎮ですけどね、だから今だに道浦君、あ、合唱団つながりでつながってんだ、蒲田さんって大先輩がいるんですよ。蒲田さんに聞きます。蒲田、道浦、沢口、小沢、林、平松、虎屋、脇浜、元の、あ、と、平松両方入ってんな。あ、これ聞かれてない人たちもいるんだ。どういう選考基準なんだ。何人に聞いたんですか、その。これ沢口が入ってるということは若手聞いてないってわけでもないんだな。でも女子で、あ、沢口さんって一番2番目に若い子がいるんですけども、彼女にも聞いてますね。この2,4,6,8,9 人は、読売テレビの9人は関電です。関電です。でさっきあの恵美子ちゃん関電って言いましたね。これ関電っていうのが中高っていうんですが、はい、これはアナウンサーに聞いたところ、日本全国のアナウンサーで関電と答えた人はゼロ。関西弁です、ね。あららららら。ゼロです。だから、はい、まあ関西弁なんで、だからアナウンサーに聞くと、うん、だ多分ね、一般的な関西人に聞くと関電。私も多分ね、ラジオでこれから、うん、当然今日のニュース解説コーナーってもう関西電力一色になりますよね。はい、縮めて喋るんだったら。関電って言うでしょうね。関電だけどアナウンサーとしてなんてね、喋りますか、どういうアクセントですかと聞かれたら関電か関電、関電、関電、ちょっと気持ち悪いな。関電はちょっと、関電に聞いたらいいんじゃないですか、それを。関電気持ち悪いですけども、道浦君の調査によるとですね、フジテレビの川野アナウンサー、ワウワウの唐沢アナウンサー、 NBS の関東出身若手アナって名前書いてやるよ、かわいそうに。できますけど多分ね。それとさっきの小山くん、五十嵐くん、あ、牧野、平松は、関電と答えてます。関電っていう、だから標準語アクセントとしては関電があるんだと思いますね。だから関電か関電か、まあ、どっちかかなということですけれども、だけど今ここに喋った中では今日登場する人はいませんね。聞かれなかったのかしら、なぜ聞かれなかったか本人に聞いてみようか。はい、この後ですね、1時間後ぐらいに、読売テレビで一般的に読売テレビの社員に、うん、あの読売テレビの社員の中で誰が一番美人と、俺が聞くわけじゃないよ、うん、はい、人が聞いてるのを俺は即分するだけで、うん、あ、そんなことを言ってる人たちがいるんだなって、うん、まあ、俺が思ってるかどうかも別問題ですけども、本人登場しづらいでしょ、これも。そうですね、こんだけ読売テレビの多くの人たちは、読売テレビで美人アナって言ったら、うん、まるまるしかいないよねみたいな言い方をされる人がこれからしかいないよね。それはそれでひどいですね。俺が言ってるわけじゃないよ。私が言ってるわけでは決してありません。一般的にそう言われているということを言ってるだけの話です。そうですね、一般的に、はい、はい、ぜひ楽しみにしていただいて。出にくいかなこれ。どうでしょうね、ソニーのハートの強さを。もう来てるわ。もう来てる。金魚鉢と称するね、あのサブコントロールルームっていうのが、我々喋ってるところはあのテーブルとマイクしかありませんけれども、ガラス板、1枚隔てたところにあのいろんなミキサーさんとかディレクターさんがいるんですが、そこの部屋にはもう入ってらっしゃいますね。
あ、入ってる入ってる。やっぱ綺麗だよな。どう？いや、私はすごく好きな顔です。はい、私もだ。そう、一番って言っていいのかどうかっていうのがその辺ね、はい、あの難しいところですよね、うん、っていう。ごめんなさい、なんかどういう逃げ方か分かんない。そうそう、ね、難しい。どういう逃げ方をしても角が立つという。そうですね、微妙ですねこれは、うん。で YouTube ではですね、やっぱちょっとやっぱり肖像権の問題があるから、いつもはもうジュリアちゃんとエリコちゃんにはもう2人の許可を取って、あのずっとこれ YouTube で映像を流してますけれども、うん、ちょっとやっぱり読売テレビの局アナの映像をずっと流すわけにはいかないと思いますから、うん、YouTube では一瞬だけ、まあ、もうちょっと勘弁目つぶってもらおうかと。チラ見せ、チラ見せしようかなと。なんかやらしい。やらしくないし、ちょっとお顔を拝見するだけですから、うんうん、はい、ということで、言うてるうちに音楽切れてしまいました。はい、行こうか。はい、では始めてまいりましょう。辛坊治郎サンデーキス。この番組は日曜の宵の口、キス FM 神戸から辛坊さんと。いや、そんな話を今日オープニングでするつもりじゃなかったんだよ。今思い出したんですか、途中で。オープニングでは、はい、今週月曜日から、先週この話したよね、月曜日からすっごい気が重いっていう金曜日、サザエさん症候群で、もう明日から BS 日テレで番組始まるから、やだなーって言ってた話知ってる、はい、知ってますよね。1週間、はい、やってみてどうですか。大変なんですよ。めっちゃ面白いんですけど。はい、まあ、ちょっと一遍ブレイクしましょうか。どうぞ。そうですね、はい、ちょっともうオープニングの時間はね、もうそろそろ終わりにしましょう。はい、辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ、この後午後8時までお付き合いください。それでは今日のオープニングナンバーです。はい、熊本県キスネームロドさんからのリクエスト。熊本からリクエストですか。はい、なんとすごいよね、この番組、はい、この間もね、あのお伝えしましたけれども、世界全大陸制覇ですから。そうなんですね。こんなラジオ番組ないっしょ。はい、ワールドワイドですね。はい、はいはい、お便りもいただいてます。ありがとうございます。はい、12日の公開収録に参加しますよ。おお、当日熊本発、半日観光してフェリーに乗りますということです。どういうこと、どういうこと。12熊本から大阪に来て、大阪から我々の公開録音をやるサンフラワーに乗るってことですか。わざわざでしょうね。はい、マジですか。え、嬉しい。 あの時の私ですと声かけてください。お願いします。そうすると、私が握手してあげます。辛坊さんなんですね。してあげます。こんな上からの人あんまり。何言ってんですか。私基本握手しないんですよ。じゃあレア、ジュリアちゃん知ってますよね。私あの基本的にあの対人恐怖、不潔恐怖だから人と握手できないから、ね、だから私が握手するっていうのはよほどの覚悟なんですから。確かに。もうあのね、アルコールスプレー用意してそこまで済んだら握手なんかしていらんわ。あ、そうですね、おっしゃる通りです。貴重ですもんね。ロドさん、ぜひお声掛けください。ではリクエスト曲です。山下達郎でブロー。ジローズニュースピックアップ。このコーナーは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。はい、ということで、はい、お二方、今週気になったニュース何でしょうか。ジュリアちゃん、今週はこのニュースで持ちきりでしたよね。お便りでもいただいたんですけれども、はい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 、福井県にお住まいの大地 FM さん。それもしかして関西電力。そうです、関電。はい、関電ね。関電じゃない話じゃない方がいいですか。そうですね、関電。エミコちゃんどうですか今週。そうですね、あ、ミサイル。ミサイル、あ、ミサイル、はい、あ、ね、エミコちゃん割と大ネタ好きだよね。もうちょっとなんかさ、身近なものあるでしょ。あ、身近なものだと、あの消費税が、あの、いや、またこれも大ネタだよね。あ、身近だね。身近な。そうなんですよ、消費税が上がって何が起きてるかというとですね、はい、辛坊治郎メールマガジンというのがですね、はい、1ヶ月324円だったやつが330円になって、申し訳ないなと。そうか、メルマガも消費税かかるんですね。なんです、だから今まで300円、まあ一月300円ですよ、はっきり申し上げて一月300円ってね、格安ですね。あの、払っていただいてる方はありがたいんですけれども、うん、正直メルマガを書いてる側から言うと、まあもうお金徴収する方がめんどくさいぐらいな話なんですが、うん、じゃあなんでお金をいただいてるかというと、うん、これね、明らかなんですよ。ただで配るとね、うん、誰も読みやしねえんだな、これが。逆にただだと、ね、有料だからこそ。そう、有料で一月300円ということは、毎週金曜日の午前9時配信なんで、うん、1回あたり数十円じゃないですか、うん、はい、1回あたり数十円なんだけど、やっぱりお金払ってるっていう意識だと一生懸命読んでくださるんで、ただで回ってるやつってほとんど誰も読まないよ。そっか、そういうことで、
だからあのもう大変消費税も上がって申し訳ないですけれども、330円になりましたけれども一月ですから、まあ、ちょっと勘弁していただいてと、と言いながら消費税にカッコつけてメールマガジンの宣伝をしてるだけの話ですけどそれよくお分かりだと思いますよ、はい、えみこちゃん他にないのなんかほら他にですか、あジュリアちゃん他にないのなんか、うん、私もう一つ言うとしたら、はい、香港ですねちょっと大きいですけれども、香港はねこの10月1日以降なんか、もう俺喋れるよ、ほら 先週までは喋れない事情があったじゃないですか。あ、はいはいはい、ね、はい、あの中国行く直前でビザが降りるとか降りないとかって大騒動してましたから、うんうん、ここでいらんこと言ってビザが降りなくてですね、あそうだ今度の土曜日、じゃねえやその一週先か10月19日オンエアですね、正倉院特番、あ、はい、これ見物ですよ、はい、あのなんつったって小池徹平くん出てますからね、おそこですか、新保さんのそのなんかロケの内容が見物なのか、はいなんか、はい、すごい内容になってるかと思ったら、はい、かっこいいやっぱり、あ素敵ですね、小池徹平かっこいいなと、でだけど身長がねあの俺と同じぐらいなんですよ、あ持ち上げて落とします、落としてなんだよなんで俺と同じ身長だったら落とすことなんだよ、おかしいだろそれ、おかしいだろその発想、口が滑った、落とす言うなよ、口が滑った、口が滑ったじゃないよ、滑りすぎだろそれつるんつるん、まあ、いいですけど、はい、ということで、来週、じゃあまあ来週だからもうその話、中国の話は来週するか、中国はもうネタ山ほどありますからね、それにしても香港はひどいですね、ちょっとやっぱり一線超えた感じがします。で、あの例の高校2年生の子が打たれたのが10月1日ですよね、はいはい、でまた週末に14歳の子が打たれてます、ちょっとやっぱり警察の対応も変わってきたのかな、まあ、映像を見るとね警察官も相当追い詰められた状況にあることは間違いないですけれども、それでもやっぱりねデモ隊の胸に向かって銃を発射したら、まあ、渋滞で助かりましたけれども、もう本当数センチずれてたら心臓直撃で死んでますから、まあ、だからもう殺意は明快だと、で、まあ、指示があったとは言わないけれども、なんかやっぱり10月1日で、中国の建国記念日にあたる国慶節、ここまでは自制してっていうよく言われてましたけど、それが本当だったのかもしれないなと。でその後、もう一気に例のマスクをしてると違法行為っていう法律を作っちゃいました、条例できちゃいましたね、マスクしてるだけで違法だよ、風邪ひいてる人どうすんの、風邪ひいてる人はいいらしいですけど、風邪ひいてマスクしてる人と、そうじゃなくてマスクしてる人の区別はどうやってつけるのって話、向こうもあれですかね、マスクは風邪の人も黒なんですかね、日本って白じゃないですか、ああ黒なのかな、いや白のマスクもダメですからね、あ別に黒のマスクそか覆面はダメなのか、ちなみにマスクって日本人だけやってるようなイメージあるじゃないですか、なんとなくそう思ってませんか、アジア系ヨーロッパの人って基本的にマスクなんかしてると、ヨーロッパでマスク、アメリカとかでマスクして歩いてるとこいつ何者って感じになるけども、東南アジアそんなことないですから、特にベトナムとかインドシナ半島の人ってみんなマスクしてますから、普通に市場にむっちゃおしゃれなキティちゃんのマークの入ったあのマスクとかって、バイク乗るのに空気大気汚染がひどいから、まあ、みんなマスクしてたりなんかして、まあ、日本みたいにあの衛生マスクみたいなしてる人は少ないですけれども、まあ、割とおしゃれめな鼻にピタッとくっつく感じのマスクって割と東南アジアの人してますよ、あれって使い捨てですか、ずっと使ってんですかね、なんかちょっとその辺衛生的にどうなのって、私なんか旅行するときに洗うんじゃないのかな、なんか洗えるみたいですね、俺もね、あれ土産に買ってやろうと思って、はい、ベトナム行った時かな、ベトナムの市場にたくさんいろんなデザインがわんさか並んだんで、あこれ絶対安いに違いないから、これマスク1個ずつ土産に買って帰ろうと思って値段聞いたら意外と高かったんです、1個何百円かしたんです、1枚そんなするんですか、だからあそれやめたと思って買わなかったんですけどね、どんだけケチんねんいや確かにそれ払いたくないですね、払いたくないだろ、あんなマスク何百円も払いたくないだろ、はい、それもベトナムの物価でだからね、うん、日本円に換算してその値段だから相当高いと思いますよ、まあ、でもしっかりしてますけどね、だからまあ使い捨てでは決してないですね、あれは洗って使ってるんだと思いますが、それにしてもひどいです、だって今中国なんであんなことするかっていうと、やっぱ香港で参加してる人たちもやっぱ自分がどこの誰かっていうのは絶対バレたくないっていう、だけどもう、まあ、顔出しした瞬間に中国、まあ、香港もそうだし、今シンガポールなんか本当ひどいですけど、特定できるんですよね、監視カメラだらけですごい、で全国民をデータベース化して、ね、どこで誰が、例えば恵美子ちゃんが今日どこ行って誰と会ってどういうふうに行動したか検索をかけて、公安当局が パソコンバーンって叩いたら、その日の一日の行動が全部監視カメラがドーッとつながって、怖い、
っていう、そういう世界ですから、なんかほとんど SF みたいなことになってますから。でそれどころじゃありません。中国はそういう人たちが日頃何を発言してるか、 SNS で何を発信してるかみたいなものを全部付き合わせて、消費行動から何から全部付き合わせて、例えばですよ、例えばですよ、100点満点でこの人は90点、この人は80点、この人は60点みたいな、国民の点数をつけちゃう、国民全部の点数化みたいなことを、もうそれができるだけの技術もありますし、それができるだけの監視カメラの台数もあるし、その延長線上で単にあの香港でデモやってるとマスク外させると取り締まりしやすいだろうっていうレベルではないんですよ。もう全国民を管理下に置くための大きな戦略の中にこれは位置づけられているという、そういう図式ですから。あれ、あの条例ってその議会を開かなくても作れるものじゃないですか、緊急条例って。そうですね、あれも香港時代からそうだけどね。だから今ももちろんあの香港議会って、半分が職能って言っていろんな職業の人たちから、まあ、選ばれてくるって。基本的にあの香港には議会はありますけど、香港の議会何もめてるかというと、今回まあ5つの要求って出してる、デモ隊が出してる要求の中の一番最後は、まあ、絶対実現しないだろうなと思いながら、他に要求してるのは一番最初はいわゆるあの犯罪人を引き渡す、これはダメね、やめてね、これはもうあの香港の行政長官が撤回しましたから。だけど2項目目以下は何かというと、デモに参加した人で犯罪者にしないよねとか、取り締まり しちゃダメよとか。だけど一番最後に挙げてるのはあの普通選挙の実施で民主化なんですよ。だからこの議会って普通に日本みたいにみんなの選挙で選ばれてませんから、で一応選挙はあるんだけど、その立候補するためにいろんな要件があって、政府の息のかかった人じゃないと立候補できないっていう人が過半数いるという状況の中では、どんなに頑張ったって民主化勢力が議会の過半数を占めることができないっていう選挙制度になってますから、だからそこをなんとか普通の選挙にしてちょうだいよっていうのがあのデモ隊の要求だけど、これに関してはまあ香港、まあ、要するに中国は絶対応じないという状況ですね。派閥的にはその中国親中派の人が多い中で、議会を通さずにトップダウンでやったっていうのは、それは何かしらバックにその、まあ、時間がもったいないっていうと、時間がもったいないと、もう即この日議会を通さずに決めるっていう、まあ、権限があるわけだから、議会を通すとまた議会開いてっていうことになると、それ自体がまた大騒動のネタになるし、それ、ね、例 の, あの犯罪人引き渡しので法律で大混乱したように、それを議会で決めようとすると、そのこと自体がまたデモの理由になるけど、もう決めたらひどい話だけれども、議会通さずに法律が作れるわけだから、だったらもう、はいはい、こう決めましたから今日からっていうか、実際に昨日からか、土曜日の午前1時、午前0時をもって、5日だから土曜日の午前0時、5日になった瞬間に、はい、あのデモ隊でマスクしてるだけで違法行為だから、犯罪者ですから、マスクしてるだけで逮捕できるという法律を夜中中に作っちゃった。はい、今日からマスクしてると犯罪者。恐ろしいですよね。恐ろしいですけど、まあそれが残念なことに今の一国二制度の限界で香港の現実だったりするわけで、だからそれに怒ってるんだけど、でもちょっと見通しは前にも言いましたけれども、これに関して言うと着地点が見えないなっていう感じがしますね。国とそういう若者たちの衝突って日本でも過去あったじゃないですか、2000年以前の60年安保、70年安保、はい、私はあの肌で知ってます。それは日本はその銃とかは向けてないんですよね。デモ隊に銃を向けるようなことはしません。ですよね、はい、どうやって解決したんですか、そこは。基本的になんで解決していったかというと、あの学生に一般市民がそれほどシンパシーを感じてなかったということが現実にあります。当時運動に関わった人たちはそう言わないかもしれませんが、やっぱり学生運動レベルにとどまって市民も、今香港の中でやっぱり民主化勢力って半分ぐらいいて、その人たちが相当参加してますから、全部の香港の人口割合の中であのデモにシンパシーを感じて参加してる人の割合って相当大きいんですよ。ところが60年安保の時もそうだし、70年安保の学生運動の時もそうだし、学生たちは騒いでるけれども、多くの一般国民は一部の学生がやってるよねっていうイメージしか結局なかったんだよ。だから大きな国民運動にはならなかった。で選挙は普通に行われるわけだから、だってじゃあそんなとこで騒がないで、選挙で世の中変えたらって言って、選挙だと当時はまあ自民党の長期政権続いてる状況の中で、あんだけ世の中騒いだって選挙やると自民党が勝つという図式の中で、じゃああの時の70年安保のそれこそ安田講堂に火つけたり立てこもったり、新宿の駅前で騒乱事件みたいなやつが起きたけど、それにどのくらい全国民的にシンパシーを感じてたかというと、まあ少なくとも学生と一緒になってあのデモに参加してっていう人はそんなに
割合としては人数としてはそれは人口自体がありますから一定数いましたけど、割合で見たときはそんなに大きくならなかったし、で基本的に民主的な選挙制度があるわけだから、世の中変えるんだったら選挙で変えて政治変えるのが本当でしょっていうのは、それはもう一定の説得力が、香港でそれが通用しないのは選挙で世の中変えられないから、そもそものところですよね。暴力っていうか、まあデモとかそういう手段しかないだろうっていう理屈になるわな、と思いますが、この話をしだすと本体の話行く時間がなくなっちゃいますから、行きましょうか。そうですね、はい、きます。本体の方行きましょうか。道浦君の関連の話だけで終わってしまうわけではいません、はい、お便りでもいただいてるんですよね。 ありがとうございます、はい、福井県にお住まいの第一 FM さんからなんですけれども、ちなみにあの学生運動の前後の話をしだすと、はい、私は詳細に目の前で見てますからね。私、浅間山荘事件というのは中学校の2年生の時かな、あ3年生の時か、はい、技術家庭科で、うん、あのラジオ作ったんですよ。でラジオ、はい、トランジスタラジオ、技術家庭科で作ったトランジスタラジオを、はい、俺あれね、結構完成できない子たちもたくさんいたんだけど、俺割と手先が器用だったもんだから、あっという間に完成させて、その後ずっと浅間山荘事件の実況中継を実況中継、ラジオの実況中継を、ラジオは便利だね、で今これラジオだから一応よいしょして言ってみましたそのラジオの実況中継を学校でずっと聞いてて、浅間山荘事件興味があったんですね。興味があったっていうか、面白かったっていうか、面白かったというとね、これはあの亡くなられた警察官ともいますから不謹慎ですけれども、はい、ただあの、まあ、俺は別にシンパシー感じてないけれども、熱かったよね、そういうことは。政治の季節だったことは間違いないね、あの時代はね。だけどまさに浅間山荘事件で、なんでその市民が同調しなくなったかというと、浅間山荘事件っていうのがあって、連合赤軍事件っていうのが同時に発生して、結局あの左派の極左の人たちが内毛場で大量殺人をやっていたっていうのが判明して、これで多くの市民は一斉に潮が引くように引いてった。あ、なんだあいつらやってることってこういうことなんじゃないのってみんなが思い知ったのが浅間山荘事件で、これが一つの潮目になって日本の極左の左翼運動っていうのが低調になっていく大きなきっかけになったのは間違いないですが、まあ、そんなことも含めてね、あの60年安保70年安保の話はまだいくらでもする機会があると思いますから、またこれは後日ということで、目の前の話いきましょう。はい、はいはい、お便りまず紹介しましょうかね。ありがとうございます、はい、今週水曜日ということでえ、いやいやいやなんか言いましたか私。本題違うんです。本題に行こうとするとほら、ちょっとずつなんかこう邪魔して別のことに行くっていう芸があるじゃないですか確かにね、3歩進んで5歩ぐらい下がってましたけど悪かったな、下がってねえよ。まあ、でもその話も興味ありましたからね。サイドステップ横に行っただけで別に後ろに行ってないそうですね、そうですね、はい、サイドステップ新しいじゃあ前に進みます、はい、行きましょう、はい、ラグビーなんかボール前投げちゃダメですからね。そうですね、後ろしかダメですからね。いやだ、こんな話しだすとまたラグビーの話してしまうノッコーンどうぞはい、今週水曜日に関電の社長会長により2度目の会見がありました。自分は同じ福井の人間として日々ニュースを見ていて怒りを感じました。改めて会見を見ての感想を聞かせてください。37歳の男性の方ですけども、感想もなんもないっしょ、論外でしょ。普通の会社なら全員懲戒免職だよこんなもん、ね、残りそうな感じですよね。昨日別の局のラジオ番組で延々喋りましたからね、もうこれはかいつまんでしかここの部分は言いませんけれども、はい、スーツは先週の金曜日の発表段階では儀礼の品だからっていう、儀礼の品で1着50万円の押し立て券のスーツをもらうか普通、もらわざるを得ない雰囲気だったみたいな感じでおっしゃってますね。えもらわざるを得ない雰囲気って返せよ嫌だったら、っていう世界なんだけど違うんですよ。だから今回記者発表でそこが一番立ち悪いのは、僕たちは被害者ですとね、恫喝されたんですと、脅されたんです、だから返したかったけど返せませんでしたって言うわけだよ、嘘つけと、だってこの人たちが、いやお金は返してますよ、3億2千万円ぐらいの金品をもらって、そのうちの半分以上は去年の1月にそのお金を送った森山っていうおっさんのところに税務調査が入ったっていう情報を聞きつけて、やばいって言うんで返しに行ってるわけだから、それなかったらそのまま受け取ってた可能性があると思う。だって中には10年以上、いや個人的に保管してただけですって、10年も保管するか普通、それ多分去年税務調査に入ってなかったらその金は多分、なんかそのおっさんも去年の春、今年の春に死んでますけども、死んじまったら送った側も死んでるし税務署も分かってないわけだから、
そしたら10年も掘ってあって、そこからじゃあ誰に返しに行くんだよって話だよね。タイミングがもうまずおかしいですよね。おかしい。だからあのずっと関西電力側は、僕たちは被害者です、私たちは被害者です、うん、あのいや脅されたからもらった、押し付けられただけで返せませんでしたって言ってますけど、実態はそうじゃなくて、うん、関電側がそのおっさんを利用してたんだよね、そのおっさんを利用してて、そのおっさん、まあ、結果的にお金、まあ、またこれが返ってきちゃってるよねって話なんだけど、基本的に構図の大きな構図としては、関西電力は原発事業を売るうまくやるために、地元の有力者に金が回るように地元の建設業者を通じてバンバン金を流してたと、うん、でその金がたまたま得意なキャラクターの森山っておっさんだから、うん、あの関西電力側にも還流してるけれども、まあ、だそういう意味では確かに彼らが、関西電力側が言ってるように、いや僕たちが要求した金でもありませんし、うん、そのお金が欲しかったわけでもありませんっていうのは嘘じゃないのかもしれないけど、うん、だから余計深刻なんですよ、うん、だからお金が欲しくてやったんじゃないにしても、結局関西電力側が事業をうまくやろうと思った時に、そのフィクサーみたいなドンみたいな得体の知れない人間にお金がちゃんと回るようなルートを作って、うん、工事代金にその金も上乗せして、うん、とんでもない額払ってたはずなんです、うん、でそのとんでもない額払ってたやつは全部電気代ですからね。で電気料金ってどうやって決まるかというと、うん、総括原価方式って言ってですね、はいはい、コストっていうのをまず全部計算して、うん、そのコストに対して電力会社の手数料みたいなものを上乗せして電気代が決まるような仕組みになってますから、うん、そのコストの部分がこんなことしたらどんどん上がるよね。で自動的に電気代が上がっていくシステムの根本的な問題がこの構図にあったということ、うん、で、うんはい、単純にこの経営者がお金を受け取ってましたらとんでもないのよ、スーツ50万円だってよっていうような話じゃなくて、もっとでっかいところでみんな怒らなきゃいけない世界です、うんうん、3億2000万円って言ってますけど、もっと大きいかもしれないし、これ3億2000万円っていうのは2006年から2017年18年まで の、 総算定ですから、うん、で最初に報道された時にその、森山さんっていう、森山っていう今年の3月に死んだおじいちゃんのところには、うん、3億円お金が流れましたって報道されました、うん、この3億円っていうのは過去に遡って税金徴収できる、うん、2011年から18年までの7年間の7年間で3億円、それもあの1社から1社、何が今回きっかけになったかというと、高浜町内のある建設工事会社の帳簿を調べていたら、税務調査入ったら、なんか不透明なお金があるよね、どこへ流れたのって調べてみたら、その森山さんというところに3億円流れてるよね、森山さんはこれ1円も申告してないよねっていう話になって、これどうなってんのって税務調査が入って、その段階で税務調査入っちゃったよって話が関電側に伝わってきて、おいやばいやばいやばい、あれちょっと返せみたいになって返したという構図なんだけど、謎がですね、7年間の間に3億円っていうお金を受け取っていて、通常ならこれ脱税で摘発されて犯罪になるはずなのに、多分有力者だという多分配慮が働いたんだと思いますね。結局追徴課税、はい、修正申告しますから、もう税金払いますからって、税金払って終わりですから、これがそれでまかり通るなら、まあこれ以上言いませんけどね、うん、ちょっと今ちょっとやばい目のことを言いそうになったから言いませんけどもよく思いとどまりましたしめちゃそれ冷静な目で見るの言っときますけど、私はね、税金払うのを生きがいに生きてますから、今自慢じゃあります、生きがいですよ、はい、税金払うのだけが人生の目的みたいなことになって、一生懸命働いている理由は何かというと税金払うためですから。 なぜかというとお二人は知らないと思いますが、私は2013年6月21日にちょっと税金で助けてもらった命があるわけですよ。ああ、はい、そうですね、6月22日ですね、21日です。あ、21日、これ意外と知らない人増えてきてましてね、知ってますよ、知ってます、有名な話ですよ、うん、結構。いや、恵美子ちゃんは知らないですよね。知ってますよ、見てましたもん見てましたって言われるとちょっと照れるというか恥ずかしいというか、だ、うん、からそれを返していくんですね、はい、その分はね、いやもうその分十分返し終わってます、はっきり申し上げて。私の払った税金トータルで飛行機買います、はい、救助費どこじゃありません、自慢じゃありませんが、うん、自慢してんだけどねまあいいやちょっと疑問なのがね、はい、その森山さんは3億をもらってて、うんうん、2000万上乗せして渡して、違う、もらった金はもっと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 多いはずなの、うん、つまり、今表に出てるのは3億円もらいましたっていうのは、うん、金沢国税庁によって森山氏に税金払ってないでしょって指摘された、そのなんとか建設からの流れたお金が3億、うん、その7年間で3億円、うん、で今回関西電力が発表している3億2000万円っていうのは期
間がそれより倍以上長い、あ長い上に2006年からでした。森山市というところに流れた金はそれだけでは決してなくて、うん、他にもいっぱい流れてるはずだし、うん、期間を長くすると、だからもう一遍言うと3億円という数字は2011年から18年までかなの7年間です、はい、で、3億2000万円というのは2006年から2017年までですから、うん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 、だから期間が長いんです。だからその森山市に一体いくら流れたかはもう過去に遡って税金徴収ができないんで、そこの部分に関しては誰も発表してないし表に出てきてないんですが、だからそこで表に出ている2011年より前にその森山市という人に一体いくら流れたかはもう見当もつかない、計り知れない。だってこの人、ね、あの高浜の原発って1号機2号機3号機4号機って4つあるんですが、うん、1号機2号機と3号機4号機が稼働する間にその町の助役になったんですから、うん、後ろの3号機4号機の建設に関しては深く関わってるはずなんです、うんはい、で最近これが大きなニュースになってるっていうか、最近巨額の金が流れた理由は2011年に東日本大震災以降、うん、規制が厳しくなって、うん、原発の安全設備もう一遍ちゃんとしましょうねっていうんで、はい、地元に建設業にお金がダンと流れたっていう構図はありますが、うんうん、それよりもはるかにでかい金がそれこそ1980年代の高浜原発の3号機4号機作ってる時には桁外れの金が流れてるわけですから、はい、当然同じ構造はあったはずで、うん、同じ登場人物だから、うん、表に出てないだけで相当な金が払われて、うん、それが関電に戻ってきた可能性っていうか、可能性というか常識で考えるとそうだったよね、そうだったんだろうねと思うしかないよね、うん、じゃあまあ今後それは犯罪にも立証できないし、うん、税金の追徴もできないから表に出ないだけの話で、うん、ただし、まあ、私は関西電力が本気で出直すつもりならそこに遡って全部追及しない、明らかにしないといけないと思いますが、うんまあ、そこまでやる気がどうあるのかないのか、今回の記者会見見ても聞いても、うん、その前特に先週の金曜日の記者会見なんかひどいもんで、うん、全く悪いと思ってないよね、みんな死んだ人間が悪かったんで、うん、私たちは脅された被害者ですって、そうじゃないでしょと。会見開いてるのも関連だけで、その周りの例えば高浜町議会なんてあの対応何なんだっていうぐらい。だって町議会って高浜町議会の議員さんって基本的にはまあ高浜町議会の町議が全員そうだとは言いませんが、一般的に原発立地の町議会っていうのはどちらかというと地元の建設会社みたいな人たちが推す議員さんが、まああの自分で経営しているとなんか議員さんに直接なれなかったりなんかするんだけども、うん、でも一族老党という形で自分はやってないけど弟やってますとか兄貴やってますとか家族やってますとかっていうようなバックグラウンドの町議議員さんが地方の議会ってそうなんです。だから私が実は9年前に読売テレビ辞めて地元の市議会議員になりたいと思ったのは、やっぱそういうんではなくて一般の市民が地方自治を担わないと地元の土建業者の代理人みたいな人たちばっかりが議会こう牛耳って、結局税金どうやって分けるかっていうところの自分たちの 税金で自分たちどっからどのぐらい仕事持ってくるかみたいなことが市議会の役割だったり市議会議員の役割だったりする地方の構造があるじゃないですか。これ変えないと日本の民主主義は死ぬと思ったんで、俺は地方議員をやりたいと思って会社を辞めたはずが、諸般の事情でそんなことができなくなってですね、またこれこれ例のほら BS 日テレの番組まで始めちゃって、ぶっちゃけここだけで言いますけど、ね、すっげー後悔してるんですよ。1週間でヘトヘトな、1週間で後悔、完全後悔しますね。まあ、その辺の話も含めて、できることならテーブルひっくり返して全部やめてやるっていう、そこまで今思い詰めてる感じですか。思い詰めてる感じです。だからちょっとね、誰かに今癒されないとやばいですよ。後半にまたね、2人とも目を背けるから後半にまたね、この関連のニュースとかいろいろ疑問点ありますので伺えればと思います。いくらでも喋ることあります。はい、番組では皆様からのメールやツイートをお待ちしています。メールは番組公式ホームページからお送りください。ツイートはハッシュタグすべてカタカナでサンキスとつぶやいてください。以上、ジローズニュースピックアップでした。お聞きいただいた曲は静岡県にお住まいのキスネーム農家の角蔵と読むんでしょうか、角倉と読むんでしょうか、この方から渡辺美里さんでキックオフでした。さて、先ほど辛坊さん
はい、BS 日テレの番組がすごく辛いっていうお話をされてましたけど、実はこのラジオ番組、ええ、BS 日テレの副社長さんが聞いてらっしゃるそうです。そうあららなんてことを言ってしまった。杉本さんという人に呼ばれて言ってるんですよ今。ある日突然ですね、はい、昔1995年ぐらいから始まった報道特捜プロジェクトっていう日本テレビの番組がありまして、はい、当時なぜか私大阪読売テレビの社員でアナウンサーだったのに、うん、その日テレの月1土曜日のゴールデンタイムの番組、報道番組のキャスターやれって話になってですね、それで東京行ってた時の記者、敏腕記者だった人間が今 BS 日テレの副社長になってて、その BS 日テレの副社長がある日突然ちょっとさあ、これ今の言い方は勇気の言い方だ、ね、真似する相手は間違え、はい、ちょっと思いました、はい、まあ、でもそんな感じでもうちょっと軽い喋りの人なんですけど、うんうんうん、やってくれって言われていたらですね、やっぱりあのいろいろ現場の温度差とやってほしいっていう人たちの温度差と、うん、それぞれ結構な人数のスタッフなんですよ、デイリーの番組だと。ぶっちゃけね、はい、ここだけの話ですよ、はい、そんなにみんな本気で作ってる番組だと思わなかったんだよ。どうせ BS だし適当にやってる番組だろうから、うん、ね、適当に言って喋りゃいいかと思ったら結構みんな本気になっててですね、正直最初の会議の時に一番言いたかったのは、おいそんなに本気でやるなと、ちょっと 手抜きゃいいんじゃないのと思ったんだけど、すっげえ本気でやってる上に、うん、最初の日のブッキングなんか朝日新聞に文章を書いてるような相当思想的に偏った人たちを集中的にブッキングして、うん、もうなんかスタジオにいてこいつら頭おかしいんじゃねえかと内心思ってんだけど、大丈夫ですかここで言って、え、大丈夫ですかここで言って、いや別に大丈夫、うん、キスだから東京の人聞いてやしねえよこれ。いやいや、ワールドワイドな番組ですからね、はい、これね、世界中からね聞いてますよ。いや多分ね、うん、もう出てこないと思いますけどね、うん、もう出てこない、もうすっげえストレス溜まって、うん、ついに水曜日病院に行くことになってる。そんなストレス溜まったんですか。なんかツイッターで見ました、お薬もらってましたね。 ありがとうございます、はい、えみこちゃん、はい、ツイッター見たんだったらさ、はい、見たってさ、なんかさリアクションしてくれると俺もすごくそれで癒されて、あ、はい、えみこちゃんが俺のツイッター見てくれてるんだっていうなんか痕跡を残してくれると、あ、じゃあ軽く、あ、分かりました、いいね押す程度にしてね、はい、今度じゃあなんか痕跡を残しますいい、ね、はい、っていうようなことを言うとはい、はい、なんか今ほらあのツイッターハラスメントみたいにさ、なんかいいねを強要するとかさリツイートを強要するというのが社会問題になってるらしいよね。なんかあの先輩とか上司がやってきて、うん、ほらジュリアン、俺のツイートにお前反応しろ、お前リツイートしろとかなんか言って、リツイートしないと切れるらしい、そういうなんかハラスメントラジオ使ってね体現したわけですよね今それを、うん、そうだな、これで例えばリツイートしてくれてもいいねをしてくれても全然嬉しくないなあの時にハラスメントでプレッシャーかけたから二人しょうがないんだ。じゃあ書き込みして、書き込み分かりました、はい、あの、あなたが嫌なら妹さんに書いてもらって、はい、じゃあ2人でやりますね、はい、お願いします、はい、さあ続いてはジュリアズ愛、さあこのコーナーは私薄田ジュリアやえみこちゃんが最近気になっている情報を毎週交代でお届けするコーナーです。今週は私が担当します、はい。で明日からちょうどノーベル賞の発表が始まるので、うん、それに合わせて今年はノーベル医学生理学賞ね、うんうん、去年は本庄佑先生お取りになりましたから、はい、今年もなんかその手の受賞があるかないかすごい楽しみですが、期待できますね。で何、うん、予想ですか、はい、そんな私そんな予想できるほど詳しくない。本当タスクは当てましたからね、そうなんですか。去年あのごめんなさい、かいつまんで言うとですね、はい、去年の春の段階で四国の市民大学行って、うん、今年は本庄佑という人がノーベル賞を取りますって断言したんですよ、そしたら四国の市民大学の先生、はい、人がですね、本当に取りますかって言ったら取りますって言ったら、その場でブッキングして、うん、今年の岡山の市民大学の先生に本庄佑先生をその場でブッキングして、それから10月ぐらいに電話かかってきて、はい、だからノーベル賞取った直後に、はい、岡山市民大学の学長から、はい、ありがとうございます、辛坊さんのおかげで来年の市民大学の先生にノーベル賞学者を初めてブッキングすることができました、ありがとうございました、電話をもらったんですよ。そんな電話をくれるくらいならマスカットの一つも送ってこいと。岡山ですしね本当ですね、うん、確かに予測できるもんなんですね。ある程度は予測できますね。その年取れるかどうか分かりませんけど、数年以内に取れそうな人っていうのはもうリストアップされてますから。それでいうと村上春樹さんってずっとこう名前が載って、あ、そうですね、あんだけ連続して名前が載っちゃって下馬評が高いと
ほら文化系の賞ってなかなかわからないですよね。政治的な配慮とか働いたりなんかしますし、歌手が選ばれてたこともありましたね。それと村上春樹さんのテイストがどうなんだろう、最近のノーベル文学賞のテイストに合うのかどうなのかってわかりませんが、そんな話をするんですか今日。あ、違います違います、あの私はちょっとイグノーベル賞についてちょっと触れたいなって。やめよう、今年のイグノーベル賞日本人取ったやつむっちゃ気持ち悪かったんだよ。今年のはだから子供に唾液出してどうのこうのみたいな。そうそうそう、5歳児のね1日の唾液量を調べたっていうやつなんですけど、はい、それではなく日本人の受賞内容でもなく、過去を遡ってこんなので受賞したんだっていう面白いものがあったのでご紹介させていただこうと。どうやって調べたの？あ、いろいろこうネットで調べて面白そうなやつはその文献まで飛んで、文献ってそれだけ英語で、英語で英語で書いてあるのでちょっとそれが定かかどうかちゃんとこうチェックして。すごい、ジュリアちゃん英語の文献を今日調べてここに来てるわけ。来てます。あらま、はい、すごい。なのでちょっと短い時間ですけれども、3分しかないですけど、じゃあすごくかいつまんでどれにしようかな。あ、ちょっとぶっ飛んでんなって思ったやつがあったので、はい、そっちを紹介しようかな。もう英語ですからね。はい、ジュリアすげえ。2015年のイグノーベル生理学賞昆虫学賞を受賞された方なんですけれども、はい、昆虫学賞でなんとなく想像つくかもしれないんですが、つきません。あ、つかないですか、はい、いろんな昆虫に刺された時に人が感じる痛みの指標を作成した方そしてもう一つ、ミツバチに体の25箇所を繰り返し刺させて最も痛みが少ない箇所と最も痛みが強い箇所を見つけたっていう、この2人が受賞してるんですけども、危ないでしょ、びっくりしたんですよ。まず1人目がおよそ150種類もの昆虫に刺されたらしいです、自分の体を。それ死んでないの？大丈夫、はい、被験者は自分なんですよ。ちょっとすっごい興味ある、どこが一番痛かった？あ、そっち行きます。まず、うん、先っていいですか。あ、どの昆虫が一番痛かったかっていうのは、どの昆虫が一番痛かったか、弾丸アリっていうアリがいるそうで、その名前ネーミングも銃に撃たれたぐらい痛いっていうので弾丸アリっていうふうについてるんですけど、この人の表現としては、かかとに錆びた釘を打ち込まれた状態で、燃え盛る炭の上を歩くかのような痛み。なんかよくわかんないけど痛いのは伝わります。なんか相当痛いんですよね。それが痛いのかもしれないね。だってこの間日本に上陸して話題になったヒアリっていうのも、あのファイアアントっていう、要するにまあなんか火がキーワードになるぐらい痛いらしいよ。だからヒアリっていうぐらいだから痛いんですね、蜂よりも。蜂よりも痛いんですねと思って。蜂より痛い、まあ、俺何回もあるんで、ミツバチ刺されたこと。あ、じゃあそれでいきましょう。ミツバチに体の25箇所刺させて、はい、痛かった場所なんですけれども、まず最も痛みが少なかった場所からいきましょう、はい、痛みが少なかったのが上腕と、ね、頭頂部とつま先。上腕頭頂つま先、つま先、つま先、つま先痛そうだからな。痛そうですけど、まあ、体の部位の中では痛くない部類みたいですね。上腕は多分痛くないから注射打つんだろうね。あ、痛みを感じにくいんだろうな、そうきっと。なんかもし蜂に襲われそうになったらそこをこう突き出す。俺頭刺されたことあるよ、ミツバチ。頭、痛かったよこれ。あれでもミツバチに頭刺されたまだマシな方ですよ、頭頂部は。ほらもう、痛くない場所にチキラッてすんだよ、頭刺されると。あ、俺思い出してもゾッとするわもう思い出させちゃった。で、最も痛かった場所なんですけれども、はい、どこだと思いますこれ。そうそう、ラジオで言えない。あ、言わない。あ、でも、あ、一つ入ってます、それ。一つは陰部。お、一つ入ってます。で、はい、もう一つは、上唇。上唇、はい、で、やっぱりそこデリケートなんだ。はい。で、最も痛かった場所が、鼻の穴。うわあ、確かに。でも鼻の穴想像してくださいよ、刺された時めちゃくちゃ痛かったらしいですね。いや、でもな、多分感覚が鋭いということは、うん、多分いろんなことにああだったりこうだったり、要するにジュリアちゃんそういう意味だよね。よくわかんないですけれども以上ジュリアズ愛でした。以上かよ辛坊治郎サンデーキッス。この後天気予報挟んで7時台も続きます。